皆さんこんにちは、かなえです。今日は妊娠8ヶ月の私の1日の様子を撮ってみました。よければ最後までご覧ください。もう時間やばいかな。時間はやばいかな。もう手止めだけで取ります。今何分？とりあえず入ってるね。やばい、もう時間だよ。散歩です。とりあえず朝に家を出る。日焼け対策にマスクしてます。マスクに帽子。暑いな。さいまーよいしょ。散歩から帰宅しました。朝はいつもバタバタなのでなんか息が上がりますね。今日の大阪は28度ぐらいまでしか上がらないし、外も曇りなんでエアコンつけずに行けそうです。嬉しい。もう6月末なんですけど、最近気温が暑いし、今妊娠8ヶ月でね、妊婦なのでいつも以上に暑さを感じる日々となっております。暑いな。ちょっとまったりします。朝ごはんを食べます。昨日の残りのお味噌汁、納豆、玄米とお弁当に入れた残りの鮭です。いただきます。なんかカットわかめ めっちゃ入れすぎた。なんか絹豆腐を入れたら形が崩れて豆腐の元気がなくなりました。なんかもともと朝ごはん食べない人だったんですけど、朝ごはんを食べなくてもお腹が空かないというか、食べたら逆にお腹空くし、水だけ飲んで朝ごはん食べないっていう生活が結構何年も続いたんですけど、なんか妊娠したら朝からお腹が空くようになって朝ごはんを食べるようになりました。びっくり。やっぱ体がカロリーを欲してるのかなっていう感じです。最近は妊娠8ヶ月でお腹も出てきたんで、胃が圧迫されてるのか、ちょっと食べたらなんかお腹いっぱいになっちゃうみたいな。でもなんか量的にはそんな食べてないから、これじゃ足りないだろうと思って食べて、そうするともうすぐ体重が増えます。妊娠前の BMI で妊娠中にこれぐらい太った方がいいよっていう目安があるんですね。昔とはなんかいっぱい食べた方がいいとか、あまり増えすぎるなとか、なんかいろいろあったらしいけど、病院からはこれぐらい妊娠中体重を増やしましょう、増えすぎてもあれだし増えなさすぎてもダメなんだって。難しいよね。難しくてさ、増えすぎてもさ増えなさすぎてもさ指導入るっていう、なんかこう板挟み状態で毎回検診の前が憂鬱なんですけど、まああと5キロぐらいで収まればいいかなと。私は確か10から13だったかなぐらいで増やしてください。最低10キロ、増えても14キロみたいな基準だったはずだから、私はすぐ増えるので一応
食べ過ぎ注意してますね。で体重も増えたんで結婚指輪つけてたんですけど、もうきつくて外れなくなる前に取りました。お腹が苦しい。苦しいけどまだ食べたい。体が重くなってきたので今までと同じようなことをしても息が上がりやすくなりました。はあはあ。もう食べるのが楽しみなので1日3食しかないじゃん。もう毎食何を食べようか何を作ろうか、買い物行ったらどんな美味しいものがあるかなっていう、それだけが今の楽しみで、本当3食じゃ足りません。ご飯食べながらさ YouTube とか見てると美味しそうなご飯のさ動画が流れてくるじゃない。それにすぐ影響されてラーメン食べてたらラーメン食べたいってなるし、カップヌードル食べてたらカップヌードルが食べたいみたいな、パスタだったらパスタみたいな、いろいろもう見たものにすぐ影響されちゃうから、今日はね朝からパスタ作ってる動画を見ちゃったから、パスタが作りたいっていうかパスタ食べたいんだけど、パスタってニンニク入れた方が美味しいじゃん。でも明日歯医者なのよ。だからちょっとニンニクはやめとこうかなという感じです。なんか妊娠したら虫歯がねできやすいらしくって、で自治体からの補助券でこう妊娠中の虫歯内科のチェック、それがこう補助券が出て虫歯がないかねチェックしてもらいに行くんですけど、ないといいなっていう。最近お腹が出てきてこういうところにぶつかるようになりました。洗濯機をかけてる間に掃除機をかけたいと思います。掃除機をかけたら暑くなりました。最近は暑いのでお茶を作っておいてそれを飲むようにしてます。これがだいたい1リットルないぐらいなんで、これを2つぐらいは飲むようにしてます。まあ、本当はこれパックね1つで1リットル分出ますよってやつなんだけど、ちょっとなんか1リットルだけだったらもったいないので2リットル分ぐらい使って捨ててます。でさ、なんか妊娠中はさあんまり体を冷やさない方がいいらしくて、なんかキンキンに冷たいお茶とかはもう飲まないでねーって言われてるから、お茶汲んだ後ちょっと軽くチンしたり室温にちょっと置いてから飲むようにしてます。一応ね、でも夏暑いのにさあったかいお茶飲むとかさ無理じゃん。だからまあちょっと冷たいぐらいのお茶ならいいかなと思ってやってます。ちなみにこれはノンカフェインの黒豆茶というやつです。うん、うまい。香ばしくてうまい。ちょっと暑すぎるのでエアコンをつけます。今日は涼しいんじゃなかったのか。暑い。そろそろお昼を作ります。暑いよ。てか立ったりするとお腹が張りますね。お腹が張る感覚が分かるようになりました。なんか前は分かんなかったんだけど硬くなってなんか盛り上がる感じ。こういう時は横になって休むということで、またベッドでゴロンとしよう。はぁ、暑い。てか最近
お腹が大きくなって、お腹がねこう重くてね、仰向けで寝にくくなってきました。ちょっと半分うつ伏せみたいな格好が好きだったんですけど、そうするともうお腹が潰れちゃうので、もううつ伏せはできなくって、仰向けはまだ全然できるけど、仰向けで寝るとなんかお腹が張る気がするので、割と横向きで寝るようになりました。今日朝方3回ぐらい目覚めちゃったな。2時半、4時半、5時半ぐらいになんとなく目が覚めて、その度になんかお腹が帯動が激しくて、どんどこどんどこどんどこ中ででんぐり返ししてんのかなっていうぐらい、体の中からマッサージ、こういう温泉にあるようなさ、こういうマッサージ器を当てられてるような感じ、そんな態度を感じまして、ちょっとずつ眠りが浅くなってきたのかなと感じる今日この頃です。というかお腹が大きすぎて着るもの、パジャマにすごく困ってます。今まで着てたやつはお腹が締め付けが苦しくなっちゃって、あんまり着れないので、よいしょ、これとかメンズサイズのスウェットなんですけど、これだったら緩いからね、こういうの着たり、でもこれはもうこの季節的に暑いんで着れないでしょ。このショートパンツもこれは まだ余裕があるんですけど、まあ、あと1ヶ月ぐらいで着れなくなりそうだなっていう感じで、この T シャツもずっと2時前から着てるやつだけど、お腹が出てるから丈がこう足りなくなってきた感じがあります。かといってさ、ゆるいサイズのパジャマを買ったとしてもさ、出産後とかまたブカブカで着れなくなるじゃん。だからあんまり物を買いたくないなと思って買ってないんですけど、みんなどうしてるの？買った方がやっぱ楽なのかな。とりあえず私はオーバーサイズのものを着て、なんとかこの1ヶ月ぐらいは過ごそうと思うんですけど、皆さんどうしてるか教えてください。パジャマ問題、部屋着問題、困っております。じゃあお昼でも作るか。お昼は朝食べたくなったパスタを作ります。歯医者はね、あさってだった、だから今日食べても大丈夫。ニンニク解禁です。嬉しい。お昼できました。ベーコンとブロッコリーとしめじのペペロンチーノです。よし、食べるぞ。いただきます。ようやく2食目ありつけます。もう C 班に乗ってしまいました。ご飯を食べてネットリックスを見てたら眠くなってしまって、もうずっと寝てました。そろそろ夜ご飯を食べよう。もうなんか食べて寝たから全然お腹が空いてないけども、作ります。だるい。今日はご飯と鶏焼いた照り焼き、長芋、キャベツのごま和えです。パスタ2人前食べたし、お腹空いてないんだ。お茶うま。食べてないよ、晩ご飯。食べてないよ。なんかすごい寝てた。寝てたから、なんかお腹つかない。
本当は買い物も行きたかったんだけど、苦しい、食べ過ぎた昼体調はいいけどすごく眠い、すごく眠い、毎日よく寝れる。昨日あれかな、昨日夜中何回も起きたって話さっきしたじゃないですか。だから眠いのかも。だったらしょうがないね。暑い、今日も曇り予報だったからエアコンつけなくていけるなと思ったのに、もうお昼ぐらいから暑くて暑くてたまらなくてエアコンつけました。まだ6月なのに、もともと暑さにはそんな強くないけど、もう暑くてダメだ。これは大阪が暑いのか妊婦だから暑いのかよくわかんないけど、とりあえず暑いです。暑い、お腹いっぱいだな。ちょっとな、昼食べ過ぎた、ほんと暑い、多いから。ふう、ということでご飯食べてダラダラしてシャワーを浴びて、でヨガをちょっとやって今です。あのマタニティヨガって検索するといっぱい出てくるので、それをたまに、今日は1ヶ月ぶりにやったんですけど、動画用、まあなんかストレッチするのは気持ちいいですね。リフレッシュになるかなと思いました。もう今日は疲れたんで、もう髪は洗わず体だけ流して寝ちゃいます。もうなんか朝寝れなかったからか、すごい日中疲れちゃったね。なんか疲れちゃったからお昼寝が長めになったし、お昼もいっぱい食べたからお腹がパンパンで苦しくて、でなんかお腹が出てくると便秘とかにもなりやすいんですよ。だからそういう苦しさも相まって夜苦しかったです苦しい、みんなそういう感じになるのかな。明日はまあコーヒー牛乳とヨーグルト飲んで便秘解消できればいいかなと思います。本当はね、買い物も行きたかったけど、もうなんか眠くて疲れてそれどころじゃなかったです。これで妊婦さんで仕事してる人本当に疲れちゃうんだろうなっていうか、すごいなって思ったし、まあ私もできる範囲で家のことやって、まあ、元気に過ごすことが一番かなと思っています。ということで今日は妊娠8ヶ月の1日ルーティンを撮ってみました。最後まで見ていただきありがとうございました。おやすみなさい。よいしょ。